あの女はどこに逃げたんだ。女一人に何を手間取っている。逃げられたら我らラステーション軍は笑い者だぞ。しかし少女とは思えないほどの俊敏さで、とてもだとしても奴とて限界はある。そろそろ体力も限界だろう。もっとよく探すのだ。残りの予備兵力も全て投入しろ。何としても捕らえるんだ。了解。しつこいわね。どこまで追いかけてくるつもりや。いった。ああもうこの服気に入ってたのに破けちゃったじゃない。なんでこんなことになったのかしら。うん、やっと次の町に着いたわね。ユニ、大丈夫？うん、私は大丈夫だよ。でも前の町から結構遠かったね。そうね。早く教会に戻って今の状況を把握しないといけないのに、移動に時間がかかるのは歯がゆいわね。だね。けどどうしてこんなに視野が下がったんだろう。わからないわ。前に立ち寄った町じゃなぜか誰も私たち女神のことを覚えていないみたいだったし、本当ならすぐにでも飛んで教会に戻りたいんだけど、なぜか視野が少ないせいで短時間しか女神化できないんじゃたまったものじゃないわよ。が愚痴ってても仕方ないわ。ユニと合流できただけでも運が良かったと思わないとね。さてせっかくだしこの町で少し情報収集をしていかない？情報収集は基本だもんね。そう、わかってるじゃない。何度もお姉ちゃんに教えてもらったからね。ねえお姉ちゃん、あのお店なんてどうかな。人もたくさんいるしちょうどいいんじゃない？そうね、行ってみましょうか。こんにちは、ちょっといいかしら。なんだあんた、見慣れない顔だけど何者だ？通りすがりの女神じゃなかった。私たち観光でこの町に来たばかりなの。観光客ね。こんな辺境の町に珍しいな。うん、確かにこの町は特に観光名所や特産品がないことで有名な町だったのすっかり忘れていたわ。お姉ちゃん、仕方ないでしょ。私だってちょっと焦ってたんだから。怪しいな。怪しくないわよ。ほら見ての通り姉妹水入らずの旅行なのよ。ねえユニ。うん、お姉ちゃん。なんで二人とも声が引きつってるんだ。ん、そういえばお前らの顔どこかで見覚えがあるぞ。確か、それってまさか。そうだ、思い出した。最近この国を騒がせている秘密結社の構成員だな。はい。おい、どういうことだ。この子たちが例の秘密結社の一員なのか。そっちの小さい子は知らないが、こっちの大きい方は間違いねえ。今朝の朝刊にチラシと一緒に挟まれてた。指名手配書と全く同じ人相だ。ちょっと、私たちが指名手配ってどういうことなの。何かの誤解じゃないの。誤解なわけないだろ。その黒髪のツインテールに漆黒のドレス、間違いねえ。間違いなくこいつはラステーション転覆を企んでいる秘密結社アフィマックスのノワールだ。はい。じゃあこっちの小さい子は。おそらくどこからかさらわれてきたのだ。だが安心してくれ、お嬢ちゃん。今俺たちが助けてやるからな。ちょっと待ちなさいよ。なんで女神である私が自分の国を転覆させなきゃいけないのよ。こいつすでにラステーションの支配者を気取ってやがる。しかもこの国の神と来たか。おい、何を騒いでいる。お、ちょうどいいところに指名手配のノワールが現れたんだ。しかも女の子を誘拐してやがる。
んだと？確かにこの人相はあの極悪非道の殺戮士ノワールだ。まさか誘拐にまで手を染めているとは。だから違うって言ってるでしょ！もうどうして誰も信じてくれないのよ。えい、問答無用。世のため、ラステーションのため、この場で捕まえてやる。何も悪いことしてないのに。それにこんな奴ら、私が返り討ちに。ダメよ。たとえ私たちのことを忘れていても、彼らはラステーションの住人なの。傷つけるなんて絶対にダメ。さあ、おとなしくしてもらおうか。そしてまずはその子を解放するんだ。ユニ、向こうに行きなさい。お姉ちゃん、どうして？あの人たちの話を聞く限り、指名手配されているのは私一人。なら、ここは一度別れましょう。あなたまで危険な目に遭う必要はないわ。けど、それじゃ、お姉ちゃんが。私は大丈夫よ。あなたとは年季が違うんだから、逃げ切ってみせるわ。それにこれは保険でもあるの。おそらく私はラステーション全土に指名手配されてるわ。もし私が捕まったら、頼れるのはあなたしかいないの。お願い、分かって。分かった。いい子ね。気をつけるのよ。くそ、逃げられた。おい、オンだ。絶対逃がすな。もう大丈夫だよ、お嬢ちゃん。どうやらよほど怖い思いをしていたらしい。けど安心してくれ。ラステーションが誇る兵士たちがきっとノワールを捕まえてくれるさ。お姉ちゃん、私ってやっぱり足手まといなのかな。ユニ、無事だといいんだけど。けどあの子のことだし、大丈夫よね。さて、私も早いとこ追ってをまかないと。ユニ、ちゃんと逃げられたかしら。心配してもしょうがないことだけど、やっぱり気になるわね。おい、そっちはいたか？いや、こっちにはいない。まさか、もうここを抜けられたんじゃ。まずいわね。ひとまず隠れてやり過ごさないと。やはりいないな。たかが少女がこの包囲網ができる前にここを抜けたとは考えられんのだが。おい、二人ともこれを見てくれ。なんと、この布切れは、ペロ、これはあの女の服じゃないか。こんなもの、どこで見つけたんだ。え、今のでわかったの？お前、これをどこで見つけたんだ？ここに来る途中で見つけました。まさか、見逃していたとは。だが、お前のおかげで奴がここを通ったのはわかる。全兵士に通達して、この街道を中心に捜索に当たる。いいな？了解。まずったわね。まさかあんな布切れ一枚でバレるなんて。けど、だからといって後には引けないわ。女神として、何としても教会に行くんだから。この辺りまで来れば大丈夫かしら。見つかった。なんだ、猫か。もう脅かさないでちょうだい。この
なたはこんなところで何やってるの？もしかして迷子？そうか、そうか、迷子か。実は私も迷子なんだ。あなただけよ、こんな不条理な世界で優しく語りかけてくれるのは。あれ？なんでだろう、急に涙が。大丈夫よ、大丈夫、女神だもの、大丈夫よ。だからあなたも心配しないで。って言ってもわからないか。にゃ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 。おい、今こっちで声がしなかったか。そうか、何も聞こえなかったと思うが、確認だけしてみるか。こっちに来る。さすがに戦闘は避けられないかもしれないわ。覚悟を決めるしかなさそうね。にゃ、こら、ちょっと今出て行ったら。なんだ。おいおい、お前が聞いた声ってもしかしてこれじゃないのか。みたいだな。まったく紛らわしいことしやがって。シュッシュ、あっち行け。向こうを探してみるぞ。そこまで遠くには行ってないはずだからな。行ったみたいね。助かった。あなたのおかげで戦わずに済んだわ。ありがとう。さてっと、彼らがいない隙にここを抜けないと。さて、私はもう行くけど、あなたも一緒に行く？さあ、なら一緒に行きましょう。森を抜けられそうね。もうクタクタよ。心配してくれなくても大丈夫よ。まだまだへばってるわけにはいかないんだから。ちょっといい？やたるといいタイミングで泣くけど、私の言葉分かってたりするの？あなた白猫みたいだし、終盤でいきなり人の姿になってみたり、ラスボスになったりしないわよね。助けてくれ！今の声、ただごとじゃないわね。あれは？こっちに来るな！さっきの兵士たちじゃない？モンスターに襲われてるの？けど、何なのあのモンスター。この私が見たことないなんて。くそ、こんなのどうすれば。今なら彼らの邪魔が入ることなくここを抜けられる。誰か助けて。ママはノワール、なぜここに。そんなことどうだっていいでしょ。いいから早く逃げなさいよ。死にたいの？なぜだ。どうして俺たちを助ける。俺たちはお前を捕まえようと。そんなの関係ないわよ。目の前に困ってる人がいて見捨てられるわけないじゃない。礼は言うが、お前の疑いは晴れたわけではないからな。ここから先には行かせないわ。あなたの相手は私よ。プラステーションの女神の力、見せてあげるわ。
辺に決めるわ。やっぱり女神化できたとはいえ、ここまで力が出ないのは想定外だったわね。心配してくれてるの？大丈夫よ、これくらいなんてことないわ。それよりも早くここを抜けちゃいましょう。さっきの兵士たちがいつ戻ってくるかわからないしね。着いたわね。とにかく休めるところ、あとはあなたのご飯も用意して。大丈夫、ちょっと疲れただけだから。こんなところで倒れてなんていられない。ユニも探さないといけない。あら、猫さんどうしたの？誰なの？あなたボロボロじゃないですか。私は、誰かが手当てしてくれたのかしら。でも誰が？あなたは森で会った。目が覚めました。ね、猫が喋った？まさか私何かのショックで動物の声が分かる能力に目覚めたのかしら。あなたのおかげで助かったわ。ありがとうにゃ。猫が喋る能力？大丈夫ですか？あれ？もしかして頭とか打っちゃいました？病院に行った方が良かったですか？あなた誰？申し遅れました。私の名前はケイシャです。私はノワールよ。よろしく。よろしくお願いします。で、さっきの話なんですが、能力って何ですか？あれは違うのよ。頭がまだちゃんと起きてなかったというか、混乱してたというか。大丈夫ですよ、私誰にも言いませんから。黙っててもらえると助かるわ。でも、よかったです。ノワールさん、悪い人じゃなさそうで。私が言うのもなんだけど、あんまり人を見た目で判断しない方がいいわよ。ご忠告、ありがとうございます。でも、ノワールさんは優しい方ですよ。だって、猫さんとおしゃべりするなんて、
優しい人に決まってますにゃん。いやー、もうその話はいいから忘れて。なんでですか？とっても可愛かったですにゃん。いやー面白い人。そういえばここはどこなの？見たことのない部屋にいるみたいだし。あ、そうでしたね。ごめんなさい、私ったら。ノワールさんはこの町の入り口で倒れてたんですよ。そこに私が通りかかって。ああ、そういえば思い出したわ。意識が飛ぶ前に誰かに話しかけられたような気がするわ。ノワールさんボロボロで、どうしようどうしようって必死に考えて私の部屋に運ぶことにしたんです。そうだったのね。運んだ？もしかしてあなたが一人で？はい、そうですよ。引きずりながら頑張って運びました。引きずりながら？あ、いえ、何でもありません。それで、怪我の方はどうですか？一応手当てはしましたが。お、じゃあ、この包帯はあなたが？大変でしたけど。でも安心してください。私は何も見てませんから。あ、確かに一度ノワールさんの服を脱がして手当てはしましたけど、私は何も見てませんから。別に見るのは構わないでしょ。ちょっと恥ずかしいけど、私たち女の子同士なんだし。でも恥ずかしいものは恥ずかしいんですよ。いや、見られるの私の方なのに、どうしてあなたが恥ずかしいのよ。そういうものなんですよ。まさかノワールさんは見られるのか。違うわよ、そんなわけないでしょ。変な勘違いしないで。そうなんですか。ちょっぴり安心しました。まったく。かなり話がずれたわね。とりあえずここがどこなのか教えてちょうだい。ここはこの町のホテルです。町の入り口から一番近くて、ゆっくり休めそうなのがここしかなかったので。そうだったのね。手当てをしてくれたことを本当に感謝しているわ。ありがとう。でもごめんなさい、私はあまりのんびりしてる暇はないの。すぐにでも出発を。ダメですよ、まだ怪我が治りきってないんですから。今はじっとしててください。でも私はこんなところで。でもじゃありません。どんな理由があるか知りませんが、体を大事にしてください。確かに指名手配されている状態で教会に行くのは危険な気がするわね。状況がわからない以上、しばらく情報を集めた方がいいかもしれないわ。それにあの時見たあの黄金の塔、嫌な予感がする。わかったわ。傷が癒えるまでしばらくここにいさせてもらうわ。はい。あ、ノワールさん、お腹空いてますよね。すぐに支度しますから待っててください。ありがとう。ただいまっと。
さん、出歩いても大丈夫なんですか？ええ、まだ本調子じゃないけど、いつまでも部屋にこもってたら良くなるものも良くならないからね。そうですね。でも荷物まで持たせちゃって悪い気がします。これくらい平気よ。あなたに重たい荷物を持たせるわけにもいかないし。優しいですね、ノバールさん。部屋で厄介になってるからこれくらいはしないとね。でさ、そしたらあの子ったら。へえ、そうなんだ。あそこにいるのってケイシャじゃない？あら、ケイシャの知り合い。学生って言ってたし、クラスメイ。ごめんなさい。もう。あれ、ケイシャ？今誰かと一緒にいなかった？私一人ですよ。そっか、じゃあ見間違いか。ねえ、これからどこか遊びに行かない？ごめんなさい、これからどうしても外せない用事がありまして。もしかして彼氏とか？違いますよ、そんなのじゃありませんから。ま、そういうことにしておこうかな。それじゃあまた明日ね。はい、また明日。ふん、じゃないわよ。怪我人を突き飛ばすとか何考えてるのよ。ごめんなさい。でもノワールさんのことみんなに見られるわけには。うん、学生寮に部外者を止めてるのは問題があるわよね。でもだからってもう少し優しく。私が同じ部屋で同棲してるなんてバレたら、私同棲？いやいや違うでしょ。私はなんていうか居候？それでも一緒に住んでることには変わりありませんよ。それはそうなんだけど、バレるのが嫌ならこれからは別々に行動する？一緒に買い物するのは楽しいですし、私たちお友達じゃありませんか。え、お友達？ごめんなさい、会って間もないのに友達だなんて言われてもノワールさん困りますよね。困らないわよ。あなたさえよければお友達になってもいいわ。私たちはお友達ですね。改めてよろしくお願いします。ええ、よろしく、ケイシャ。お友達か。あ、ノワールさん。何？また知り合いでもいたの？隠れるから突き飛ばすのだけはやめて。いえ、そろそろ薬を補充しないといけないのを忘れていました。じゃあ薬局にでも寄りましょうか。それがお店に並んでいるような品物じゃなくて、森へ取りに行かないといけないんですよ。そうなの？今までギルドにクエスト依頼でも出してたの？はい、そうです。どうしても必要なものなので自分で取りに行ってもいいのですが、モンスターとか怖くて。ねえ、ケイシャ、そのクエストなんだけど、私に任せてくれないかしら？あ、ダメですよ。ノワールさんは病み上がりなんですから、絶対にダメです。心配しなくても平気。さっきも言ったけど、じっとしてるよりも少しずつ体を動かしておきたいの。それに、少しでもケイシャに恩返ししておきたいから。恩返しだなんて、私が好きでやってることですから。好きと言ってもノワールさんが好きとかそういうのじゃなくて、ノワールさんのことは好きなんですが。
わかった、わかったから。誰もそんな勘違いしないわよ。アシカリを作ったままっていうのが許せないだけなの。私のわがままだと思って任せてくれない？わかりました。ノワールさんにお任せします。絶対に無茶だけはしないでくださいね。うん、任せて。こう見えても私強いんだから。ノワールさん頼もしいですね。
くれたんですね。ありがとうございます、ノワールさん。こっちも役に立てたみたいでよかったわ。そのとっても嬉しいです。これでノワールさんの傷の手当てもできますね。ってこれ私のため？知らなかった。自分に使うものを自分で取ってくることになるなんてね。ごめんなさい、最初に説明しておけばよかったですね。ううん、気にしないで。どちらにしろ私が行くつもりだったから。ありがとうございます。では手当てをしますので、その服を。え、わかったわ。お願いね、ケイシャ。任せてください。特訓して見なくても包帯が巻けるようになりましたから。いや、ちゃんと見てやって。包帯でぐるぐる巻きになって動けなくなるとか笑えないから。ねえケイシャ、聞きたいことがあるんだけど、今のラステーションって誰が統治してるの？以前は女神様だったんですが、今はゴールドサードと呼ばれる人がこの国を統治しているんです。って、あれ、ノワールさん、どうしてそんなことを聞くんですか？え？だって私たちの国の一番偉い人ですよ。どうしてそれを。あれよあれ、私国の外れの小さな集落で育ったから、そこら辺疎くて。そうだったんですね。そうなのよ、いつまでも世間を知らないのは良くないって両親が言うから、ここには社会見学に来たのよ。でしたら私がノワールさんにラステーションのことを教えてあげますね。うん、お願いするわ。ではまずラステーションですが、先ほど申したように今はゴールドサードという人が統治していることになっています。なっている？どういうことなの？実は行方不明なんです。それってどういうことなの？理由は分かりません。ですがきっと嫌なんだと思います、国を統治するのが。じゃあ今は代わりに教会が？はい、ですがうまくいってないようで、内部でも派閥争いが繰り広げられているようです。そうだったの。じゃあ遠くに見える黄金の塔、あれは何なの？あれは黄金の頂と呼ばれるものです。ある日突然現れたと言われていて、ゴールドサードの力の源とも言われているんです。なるほど、確かに同じ金色だもんね。他に何か聞きたいことはありますか？そうね、今は特にないわ。でしたら何か知りたくなったらいつでも聞いてください。ええ、そうさせてもらうわ。買い物はこれで全部ね。最初の頃に比べるとここの生活にも慣れてきたわね。まあそれだけここに長居してるってことなんだけど、傷もだいぶ治ってきたみたいだし、そろそろ本腰を入れて行動してみてもいいかもしれないわね。困ったね。でも俺たちじゃどうしようも。あれはなんだか人が集まってるみたいだけど、何かあったのかしら？あ、ノワールさん、町の近くの森に凶暴なモンスターが現れて、町の人が何人か襲われたらしいんです。物騒な話ね。兵隊とか動いてないの？なかなか動いてくれないんですよ。あちらはあちらで忙しいみたいです。だからって放っておけないわ。そのモンスター森のどの辺にいるの？森の奥としか情報がなくて、
まさかノワールさん退治しに行くとか言いませんよね。そのまさか、リハビリにはちょうどいい相手だわ。いくらノワールさんが強くても今回はやめておいた方がいいですよ。私は強いから平気よ。それに助けてもらったお礼もまだしてない。だからここで返させてもらうわ。危険です。そんな危ない場所にノワールさんを行かせるわけにはいきません。心配しすぎよ。凶暴といっても町の近くのモンスターだから大したことないでしょ。それじゃ行ってくるわね。